はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ビッグバニーターリュウです。さあ本日なんですがこの間ですねランク戦で天才デッキに当たったんですよ。その今日はね天才デッキをねビッグバニーとしていこうと思っておりまして、どういうデッキかっていうとですね皆さんフォーミュラーアスリートハング・オン・マッハというモンスターはご存知でしょうか。このモンスター制圧能力めちゃくちゃ高くて、レベル上昇っていうスキルが昔ありまして、それを組み合わせて使うともうバカみたいに強かったんですよ。このカードの攻撃力がこのカードのね、レベル ×300 アップして、このカードのレベルよりも元々のレベルまたはランクが低い相手モンスターが発動した効果を受けないということで、対モンスターに対してはレベルを上げていくとマジで強くなると。でしかもこのカードのレベルがレベル7以上の場合は相手の墓地へ送られるカードは墓地へ行かず除外されるっていうマクロコスモスみたいなねことがね起きるのでやばかったんですけど、これをねレベル上昇が死んじゃったんで結構難しいんですよ、そのギミック決めるの。これを先行で決める方法が1個ありまして、先行っていうか実質先行みたいな感じなんですけど、大金星っていうカードですね。これ1から12までの2位のレベルを宣言し、お互いのプレイヤーはそれぞれコイントスを1回行って、でどちらも表が出た場合、自分も表が出て相手も表が出た場合、レベルが12にできるんですよ、フィールド上のモンスターを、自分のフィールド上の。つまり大金星で絶対運命力で自分は表が確定してるんで、今回スキルね、なので相手が表出してくれさえすればもうね無敵のハング・オン・マッハが降臨するっていうね、こういう天才デッキです。はい、これやられてマジで勝てなくてビビったんですけど今日はこのデッキを使ってねランク戦やっていきたいなというふうに思っております。早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方ハオさんですね、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。あ、押せあ、オッケー、カップオブエースきた。エースオブカップの効果を押す。このカードの効果によってカードを2枚ドロー。きたこれきたこれ結構決まるんですよね、このギミック自体は。シンプルにスキルの書で結構分からされるんですけど、一応そのために清掃入ってるんですけど。さあドローフェイズ G 大金星の効果を発動。俺はコイントスを1回行い表が出る。そしてお前のサンダードラゴン、これは完封できる可能性がある。さあお前のコインで表が出ると3600のハング・オン・マッハが爆誕すると。ふん、神ゲー神ゲーをきたこのカードは、このカードのレベルが300の打点になり、そしてこのカードのレベルより低いレベルを持つまたはランクを持つモンスターの効果を受けないそしてお前が、墓地に送られるカードは全て除外される。さあどうする、墓地に送ることはできない。つまりクリボールを投げることもできないぞ、サンダードラゴンさんよ。あ、いいだろ。なんだこいつ、なんか頑張って突破しようとしてきてるけど、お前は3600のお前ハング・オン・マッハ突破できんのか。クリーボールも投げれなかったら守備表示になんないだろこれ。そしてトレミスとかでバウンスすることもできないし、ここで入ってたとしてもなんだっけ昆虫カブトムシで破壊することもできない。セイクレットトレミスの効果いいだろう。バカめ、テキスト読むんだな。このモンスターはこのモンスターのレベル以下のランクを持つモンスターの効果を受けない。バカめバカめ、どうやって勝つの俺だ。神ゲー、神ゲーだわ、神ゲーすぎ。さあお相手の方カニちゃんですね。シューティングスタロード、なかなか久しぶりのシューティングスタロード。さあカップベースはそうカップベースの効果によってカードを2枚ドロー。ほっ来たカードをセット。ボタンをオンにしてターンを終了するぞ。さあお前のドローフェイズ値大金星を発動。大金星の効果によって俺はレベル12を宣言し、お互いコイントスを行い、お互いのコインが表だった場合、宣言したレベルにフィールド上のモンスターがなるぜ。はいはい、神ゲーはい、神ゲーはい、神ゲーサイクロン何それはいいか。それはやらしてやるぜ。月のしばきやめろ。月のしばきマジでやめろ。チューナーモンスター、ジャンクシンクロン。いいだろう。さあ、ジャンクシンクロン召喚成功時効果。はいはい。さあ、そのモンスター、ちなみにシンクロ召喚したら、その後その素材たちの素材モンスターを除外されるぜ。はい、除外しちゃった素材どっか行ったぞ。大丈夫かおい、ユース大丈夫か。素材どっか行ったぞ。大丈夫か。8まで繋がんないぞ、シンクロは。なんでかってハングオンバーがいるとフィールド上の全ての墓地を送られるカードは墓地へは除外されるからさ、お前のカードだけな。あ、なるほど、全部除外されてどっか行ったぞ。大丈夫か。やべえ、ちょっとオライオンも発動できてね。オライオンさえも発動できてない。かわいそうジャンクウォーリアーの攻撃最強かよ。俺で最強すぎるだろ。いいよバトルでおれおれいこのモンスター強すぎるだろ。さあお相手のことは虫野郎ですね。よろしくお願いします。デュエル3倍。はい神ゲーはい神ゲーはい神ゲー。あ、弱くない。うわ、そんななんかクソダコ展開してていいんですか。あ、ちなみにこれカップオブエースないと泥放棄してるのマジでやばいです。こうしてこれギリ届かないのうぜえな。ギリ届かないのうぜえな。これ一応いくか。ホームスパイダー捨ててマシンナーズフォートレスを特殊召喚。いくぜバトルフェイスいっけー。あ、なんか誘発系のカードあんの。いやマシンナーズフォートレスダイレクトアタック、まあ、誘発は今のうちに投げておくべきでしたね。今のうちに投げておくべきでしたね、あなた。さあドローフェイス大金星の効果を発動。レベル12を宣言し、お互いのコインが表だった場合っていって最強。はいはい、ゴールドガジェットもいくらでもいいですよ。何でもどうぞ、何してもどうぞ。はい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 、どうぞどうぞどうぞ、ご自由にどうぞ。突破できるのであればどうぞ。アンゴンマッハさんを希望をホープいいでしょ、全然いいですよ。ああ、ん待って、モンスターをエクシーズ召喚。モンスター効果発動。あれあああ、やばい。あ、ちょっと待って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 